やっと戻ってきたんだ。危うく人探しに行ったやつも失踪したんじゃないかって心配するところだったよ。久しぶりに会ったんだもの。ちょっとくらいおしゃべりが長くなってもいいでしょ。それで0014号と0015号は？さあ、あなたたちと同じように内緒話をしてるのか、もしくは最後の仕事に向けて口頭に戻って準備してるのかもしれないね。二人と顔を合わせられなかったのは残念だと思うけど、ブローニャにとっては成婚計画のおかげでできた妹のようなものだしね。あ、スーサナからの通信です。彼女もやっぱりこちらの状況が気になるのね。もしもし、皆さん、聞こえますか？うん、聞こえるよ。ゼーレさん、そちらの方は大丈夫ですか？博士から聞いたんですけど、砂鉄の国とセントソルトスノーに無差別攻撃が行われて、皆さんが一瞬で。ストップ！あの感覚をもう一度思い出させないで。今この時、あなたが覚えておくべきことはただ一つ。私たちは勝利した。それも見事に勝ったんだ。まあ、円満じゃなかった部分もあるけど、全部丸く収まったことに変わりはないよ。そうだ。確かあなたは、まだ B 級ヴァルキリーだったよね。もしかしたら今回のことで、A 級の地位をもらえるかもしれないよ。今の天命のヴァルキリー審査ってそんなに適当なの？キラ先輩、四季のリッツァさんの話を鵜呑みにしないでください。天命のヴァルキリー審査は今でもすごく複雑で、プロフェッショナルなプロセスが存在します。重大な危機の解決ももちろん審査の時に評価されますけど、それが審査の全てってわけじゃないんです。それに昇進はそんなに大事なことではありません。今の私にとっては星々を目指して進み続ける毎日の方が大事ですから。スーサナ、あなたってば成長したわね。スーサナが記録したデータを元にして、この世界の泡の位置を特定したんです。そのデータがなければ、私たちは通路を修復する途中で方向を見失っていたでしょう。今後も皆さんを助けられるように引き続き頑張ります。気合が入ってるじゃない。バカロザリア、大声を出さないで。休憩しているスーサナの邪魔になるでしょ。大丈夫。もう起きてるから。ロザリア、リリア？キオラハウスに遊びに行ってたんじゃなかったの？どうしてスーサナのところにいるのよ。あっちにはクーちゃんがいるから心配ないわ。あなたたちの通信が途絶えた後、超空誌で手がかりを探すようにテレサちゃんから連絡があったの。めぼしい情報は見つからなかったけど、スーサナがここに戻った時、私たちはちょうどその場にいたから彼女のお世話をするって言ったんだ。あなたならともかく、ロザリアが世話？本当に大丈夫なの？どうしてゼーレにまで舐められなきゃいけないの？キオラハウスでは私が一番人気の先生なのよ。でもロザリアと競う相手は私しかいないし、スーサナも子供じゃないよ。ふん。あなたたち、スーサナのために何かお芝居でもやってあげれば？そうすればアイドル活動に支障も出ないし、スーサナも気分が良くなって体調が早く回復するんじゃないの？どうして何をしているのか分かったの？本当にやってたのね。ちょっと待って、その二人アイドルになるの？実はお姉さんはね、アイドルに関しては色々と経験豊富なの。私の指導のもと、スーサナとゼーレはここでものすごいライブを開催したのよ。
ゼーレにそんな一面があったなんて意外です。お姉様が知らない一面なんて山ほどあるわ。ただあなたの前では見せないだけ。へえ。キラ先輩、そういうことを皆さんの前で話さないでください。はいはい、次はこっそり話すわね。まずいわ。どうかしたの？エレサちゃんの足音よ。エリア、スーサナ、早く通信を切って。宿題がまだ終わってないのに抜け出してるってバレたら、今夜また教材の暗記を追加されちゃう。じゃあそういうことで、何かあったらまた後で話しましょう。通信を切りますね。この光景、なぜか昔の自分を思い出すわ。メイさんもテレサ学園長に内緒でそんなことをしてたんですか？私だけじゃないわ、あなたのブローニャお姉ちゃんもよ。基本キアナのせいですけどね。何かをやらかしてたの？一時期キアナちゃんは寝る前に私たちと一つのベッドでおしゃべりすることに夢中になっていたのよ。でも学園長に見つかってお説教されるのが怖くて、おしゃべり中に時々扉のところまで行って足音がしないか確認してたの。つまんないの。話がしたいならとことん話せばいいだけでしょ。私だったらテレサも一緒に誘うね。その後、そんなにおしゃべりが好きなら一晩中話してなさい、寝るのは禁止よと学園長に散々叱られました。